キボ先生2。普段そのライブの民謡の歌う時とか公演の前にやってますよね、なんかいろいろね。ピーヒャラ、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 あれはなんぞやと変わってる子みたいに思われがちなんですけど、そうそう、あれをやるとすごい喉に良かったりするんですよね。そうですね。何ですかあれは。ブーとかブーはよくやりますね。リップロールってやつですね。はい、これはなんかあの振動でなんか喉が柔らぐようなキーになるんですよね。はい、であとはやっぱストレッチは大事なんですけど、ストレッチもやってるわ、はい、ストレッチやってます。あの、まあ、倒れた、あって体がやっぱりほぐすことが一番大事かなと、うんうんうん、緊張すると余計にガチガチになるので、もうなるべくほぐして、この肩周りというかここら辺を、ね、はい、ほぐして、ほぐす、はい、なんか開いてるようなイメージ、うん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 、イメージのストレッチを自己流でやってますね。これよくやりますね。一瞬にしてこう空気を出すっていう、声帯、声を出すわけじゃないんですけど、スッ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 ってなんか開いてるような感覚になりますね。ちょっと一個ずつあのいろいろ習っていっていいですか。はい。特になんか難しいことではないんですけど。いや難しいのよこれ、あの初めての人、あのできない人いるのよ。あ、唇をブルルです。はい、この音程をつけるんだよね。音程つけた方がいいですね。これ結構あの民謡の歌に限らず、そのボイストレーニングの先生たちもね、よくやりますけども、歌う前にその筋肉、口とかその喉の筋肉をちょっとこうあのストレッチさせるっていう効果があるんですよね。はい、これは僕もやります。あのぜひ皆さんこれはあの使えますので、リップロールやってみてください。唇をあの馬みたいにね、なんていうか。スローモーションで見られたらちょっと恥ずかしい。見ないでくださいね。リップロール、はい、ということです。で、あのリップロールもあの結構あの音程をねつけたりしてやると、はい、さらに効果的なんですよね。そうですね。ドレミファソラシドとか、まあ、みたいな感じでやるといいそうです。さっきのその静上げみたいな感じでやったりもする。はい。みたいな感じで。どんどん下手になってますけど。はい、リップロール、これ非常に効果的ですからやってみてください。はい、エミ先生もやってる。そしておすすめの、あの歌の前のストレッチですね。はい。よくやりますね。これは腹筋に力を入れる。はい。お三振も置いてもいいですか。喉は使ってないので声は出してないのでね、そんなにお腹に手を当てて、はい、本当これの後に歌うと出やすいです。出やすい、うん、開いた感じします。お腹に手を当てて、はい、まあ、こう瞬間的に息を出していく、はい、まあ、声出してもいいと思うんですけど、あとかでも、あ、なるほどね、声が出せる楽屋とか環境があれば、はいはい、あ出していく、うん、これも別にあの音程も決まらず、それとも低いとか高い音まで出していった方がいいですか。教えてもらった時はそういうのもやりました。うん、あもやりました。でもやっぱりこう始まる前はね、あまり大きい声出したら本当になんかみんなが、まあ、楽屋とかでも出せる環境があれば、まあ、なければ、スでも、はい、だいぶ変わると思います。で、出せる環境があったら、うん、で、さらに、こう、低い音か高い音も調整してみると、はい、喉のストレッチ、あの、そうですね、なるっていうことですね。はい、って、この一瞬の時に音程を自分の思ってる音程に当てられるのかなとか、考えながら。あ、なるほど。一瞬で、その出す音で自分のイメージした音程を出す練習。とか。カメラがやってます。イメージなんですけど。これちなみになんて言うの？腹筋。なんて言うんですかね。名前までわからないんですけど。はい、決めましょうか。スースートレーニングで。スースートレーニング。これもね、非常にこうおすすめの、はい、歌の前のやってるやつですね。はい。
あと何がありましたっけ。あとはやっぱストレッチですね。あ、ストレッチ、ストレッチね。はい、ストレッチはちょっと俺は確かに今日やりづらい。私も今日はちょっとできないんですけど、しづらい。よくそう、股割りはやりますね。はい、股割りとか、なんかこう、こう後ろに手を伸ばしてこう、こうするとあの こっち伸びてる、開いてるような感じしませんか。する、ここ、はいはいはい、はいね。はい、そんな感じですね。後ろキャインだねそうですね後ろキャイン、はい、好きですよ、キャイン。後ろキャイン、これも効果的、うん。まあ、この喉を使うから、その喉の周辺からやっていくっていう感じですね。じゃあね、はい、ほぐすのは大事だと思います、はい。ちなみに今日はね、エミ先生の話も僕の話もね、いろいろさせていただこうと思うんですけど、はい、そのツアー先であのウォーキングする、今してるっていう話をしたんですけど、してるんです。毎回僕はあのウォーキングシューズとランニングウェアを持ってってやってるんですけど、これ結構いろいろ使える、いろんなこう一石四鳥ぐらいで、うん、あの なんでこれやってるかっていうと、あの、まあ、もちろん体型維持にもなります、はい。でその声出しの時にその声も出やすくなります、うん。で地元のさ、ホテルの周辺を、ホテルってそのライブ会場とか公演会場の、まあ、近くに撮るじゃない、はい。でその土地をその散策したら、うん、あのその土地がどんな土地なのかって分かるんだよ。ああ、ありますね、うん。それが一応、まあ、ライブの一番のモチベーションかもしれない。そうですね本当あります。そうそうそう、ちょっと歌から脱線したんですけど、はい、そういった感じでそのツアー先ではウォーキングしたりもしてますね。まあそのウォーキングしたら、さらにもう一個、あのホテルとか慣れないその環境でもぐっすり寝れるっていうのがあって、まあ、その体体力使い切らないと寝れないんですよ、うんうんうん。だから体力も使い切ってそのぐっすり寝たいっていうのがあるので、まあ、いろんな意味が あってそのウォーキングはしてますね、うん。割と結構の眠りが浅いタイプなんですけど。あ、そうなんですか、はい。全然違います、やっぱりいっぱい眠った時とかの翌朝の声と。だから大事ですって思う。睡眠、はい、本番前の睡眠はしっかりとりましょう、うん。大事だね。大事です、はい。であのツアー先 で、ね、あのまあ、最近はもうみんなマスクしてますけど、うん、あのやっぱそのホテルとか、うん、あの飛行機で乾燥してるから、いつもマスク、ね、そうです ね、 すね、はい。あのコロナ以前からですね、やっぱり県外に行くときに湿度の違いというのをみんな感じると思うんですよ、うんうん。全然違うんですね、うん、はい。特に冬とかで、あの沖縄で暖房を使ったことないので、うんうん、暖房を使っている環境とかにも全然慣れないので、もう本当に常にあの飴玉食べて潤したり、うん、こうマスクをしてっていうのは、あの県外行った時あるあるですね。一番大事なの紹介していいですか、はい。先ほども飴って言ったんですけど、飴玉の話してましたけど、はい、この飴玉ですもうちょっと開けちゃいました2個食べたんですけど、はい、私のもう大好きな、もう多分何年もこれですね、うん、これです。こうですか龍角散の飴、龍角散の飴おすすめです。なんかすごいベタ甘っていうほどの甘さじゃないので、そうね、すっきりした感じで、あのいいですね。私はこれが好きです、はい。龍角散の飴、ね、あのおすすめですね、喉のケアグッズに、はい。でこれ龍角散の喉飴のもうさらにこうあの原型というか、あのもう粉を使ったりします。はい、ギボ先生は粉を使っております。粉、使い古しすぎてもうなんかボロボロになってますけどもうあの糖分いりません。もう余計な糖分取りたくないっていう人はもうこういう粉だけのやつもありますんで、ぜひあの粉だけもやってみてください。粉はあのちなみにこれあのこんな感じでやってますけど、なんかねこれ怪しいよね、これね、このこんな粉を持ち歩いて、この人何白い粉を持ち歩いてるなと思われてるんですけど、匂いもすごいのよこれ。まあでもこれあの慣れてきたら粉の方がやっぱりいいよ。そうですか。もうダイレクトに喉に突っ込んで、ちょっとあの臭いんだけど、うん、周りの共演者ではあの臭って思われるんだけど、うん、でもその本当に効きます。なんかこれは持ってます。まあ、僕も飴玉も持ってますけど、あの両方持ってますね、はい。おすすめグッズ紹介しました。はい、私たちは龍角散を使ってます。はい、ぜひ、ね、あなたも喉飴、そして粉、調べてみてください。はい。はい、今日は、早田恵美先生をお迎えして、ケアの、ね、グッズとかいろんなこうノウハウを紹介しました。
まあ、いろいろね、その自分に合ったその喉のケアの仕方って、はい、人それぞれでね、まあ、違うと思うんですけど、まあ、今日はね、僕たちの、まあ、おすすめ の、はい、あのケアの仕方とか、まあ、本番前のそのケアの仕方なんかを紹介しましたけど、はい、まあ、こういうのを参考に自分だったらこうした方がいいのなとか、自分はこういったあの飴玉がいいなとかね、まあ、いろいろあると思いますんで研究してみてください。それをね、別に絶対龍角散がいいわけではないんですけど、す、ね、まあ、おすすめしてますよってのもありますし、はい、まあ、おすすめのね、なんかその飲み物とか食べ物とかもね、はい、あの厳密に言えばあったかいスープとか、あったかいスープとかがいいとか、いろいろあるんですよ、はい、まあ、いろいろありますんで、ぜひね、自分の中で、研究してみて、あの、あなたの本番、はい、ライブ活動に生かしてみてください、はい、今日は特別講師早田恵美先生に来ていただきました。恵美先生、はい、恵美先生、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。